はい、環境情報学部の大木です。環境情報学部の宮本です。はい、では、待望の大木宮本会、待望かどうかわかんないけど、はい、よろしくお願いします。私は地震学で、宮本さんは気象学です。はい、はい、もうそればっか見て歩いてますそんなことはね、ということで、はい、ちょっと今日触りとして、そうですね、クイズをご用意してきたんですけれども、はい、良いですか。じゃあ私から出させていただきます、はいはい、じゃん、台風を動かすために必要なエネルギーは。台風を動かすっていうのは、その始まりから終わりまでですか、じゃなくて、あ、今日東京にいるのを次の日ちょっと、はい、そういう感じ、動かすぐらいの、はい、あの、まあ、これをこうずずっとこう回すために必要なエネルギーはどれぐらいか。え、生まれてから死ぬまでじゃなくて。そうですね、選択肢にないぐらい、ちょっと私の予想選択肢にないぐらい私1番で、なんか日本にいる間ぐらい、うん、賄えるのかなって、その最初から最後とは言わないけど、うん、と思ってたんで、でも、もっと少ないぐらいに思ってた。なるほど。で、正解は？はい、正解はですね、3番。こんなに必要なのとりあえずアホみたいにでかいまあこれだけちょっと数値が具体的だったんで、うん、だからテストだったら3を選びますよ具体的な数字が入ってるやつ選べみたいな受験テクニックとして、はい、はい、人類が掘ったことのある最も深い穴、どのくらいの深さでしょうかということで、その3択で、かわいい40はなんか、石油とか温泉とか、40ならいけそう、いけそうな気は、40で。40メートル。はい、40でお願いします。丸そうなんですよ、実は。嘘、本当ですか。で、そう、でもね、たった12キロって思う人がいてもおかしくないし、12キロもって思う、むしろそういうふうに思えるのすごくて、地球の半径6400キロあるので、12キロ全然、なんか 0.2% とか全然そのぐらいなんですよね。うん、で、40メートルは、大江戸線の六本木駅です。あ、そうなんですか。結構日常で全然人類、はい、到達してます、はい、入ってます、多くの人が入ってます。で、もう人間入れなくてもいいから、とにかく掘れって言って掘った、一番深いのが今のところ12キロぐらいということで、もうそこから先はもう熱くて掘れない、その掘る機材が溶けちゃうっていうか、その地球を卵で考えると、はいはい、卵の殻の多分5分の1ぐらいです。そうですか。やばい。本当に触り程度ぐらい。そうです、そうです。へえ。ということになります。まあ、どんな分野にみんなが行こうとも、学生さんが住もうとも、自然の中で生きていくことに変わりはないので、まあ、どれだけこう自然がすげえのかというか、でっかくて、エネルギーもいっぱいあって、でその中で人間がいろいろやってるんだよっていうのを、まあ、知ってもらいたいなっていうのが、うん、まあ、ちょっと硬いモチベーションというか一つなんですけど、でもう一つはもっとシンプルで、こっちの方が大きいんですけど、SSC いろんな科目があると思います。本当に多種多様だと思うんですけど、サイエンスの楽しさを知ってもらいたいなっていうのがあります。うん、これを知らずして社会に出ちゃうのはこうもったいないかなっていうの、うん、大木先生はどうですか。私は私が SSC に来るときに、はい、環境情報っていうのはこの自分の身の回りにあるものが全部環境で、それとのやり取りが情報だって、うん、それが環境情報学部だって当時の学部長だった方に言っていただいて、はい、とかそれこそさっきおっしゃったように地球があまりにでかすぎるのですごすぎるので、うん、そこに曲がりしてるのは私たちなんだっていう気持ちを持って、うんうん、こうどうやって過ごしていけばいいかみたいな、うん、そういうのをなんか SFC だとできる、なんかそういう、うん、地面までとか、はい、なんか空までとかじゃなくて、もっとこうその境界を世の中ってそんな境界はっきりできてないので、はい、なんかこう曖昧にしながら、うん、自分が一番こうなんていうかな、興味関心のあるところに
こう地球科学を武器にこうできるっていう、うんうん、なんかそれはこう SFC だからできる、なんか理学部とかだとちょっと違うのかなって、うん、はい、っていうのをすごい感じてます。なるほど。ということで皆さん楽しみにしていてください。大きい宮本会の予告編でした。うわあ、ビガ洗っとけばよかった後で飲めたの撮影が朝なのが悔やまれますね。朝っぱらからこれをコンビニで買った私の店員さんになんかこの人大丈夫ってすごい見られましたね。あ、すごい美味しそうに入った。美味しそう上手ですね。いや、すごいいい匂いしてる誘惑に負けそう